おはようございます。今日はね土曜日なんで、ファミレスのモーニングは結構落ち着いてると言いますかね、そんなに騒がしくもないんで、ここでですね、この天皇の上位と退位の事情ということで、読売新聞ですが、電波不足かな。はい、電波がね安定しない時ありますけど、ここはね地下なんで、上の御徒町の近くですけどもね、よく来るんですけど地下のファミレスなもんで、ちょっと電波が安定しないかもしれませんけど、よいしょ。読売新聞にはですね、この天皇の退位の時期、本来上位なんですけど、このことについては後でお話しますが、この天皇の退位のことについてですね、円満に皇室会議が日付を決めたというふうに出てますけども、日経新聞ではですね、皇室の事情、官邸のメンツ、退位時期めぐり溝浮き彫りというような記事になってましてね、このことはフェイスブックにも投稿しましたけど、読売新聞は自民党の広報誌ですからね、自民党の都合のいいことを報道するわけですけどもね、マチカフェ TV ではね、こう過去この天皇上位問題、マスコミがね統一して退位とすることについて、話をしてきましたけども、よいしょ。今日はもうコーヒーは飲んだんで、ドリンクバーで紅茶ですね、キーモンかな。はい、あんまり飲んだことないじゃん。私はこの結構こだわって、この天皇の、上位についてマスコミがこぞって、退位とするということについて、話をしてきましたけどもね、まずこの上位とそして退位ね、この差ですよね、上位、でマスコミは退位という、皇后が、天皇のこの上位の気持ちを最初に、お示しになった時にですね、マスコミがこう上位という言葉を使わずに退位という言葉で、ずらっとこう報道を統一した。でこの退位という言葉は聞いたことがない、私もそうでした。で皇后が非常にショックを受けたという報道がなされてたんですけども、一般にはこの皇后がショックを受けたっていうことを話されたことも非常にこう異例だと思うんですが、やはりマスコミはそのあたりはこうスルーしましたよね。つまり上位と退位の差というとですね、
攘夷というのは天皇が自分は退くけれども、この天皇の位をこの人に継承すると、まあ、譲るという位を譲ると書くそのまんまですけどもね。退位ということは退くだけであって次の人に譲るということにはノータッチですよという意味合いがあるわけですよね。ですから、まあ、そこをですね、まあ、天皇は、まあ、これまでのずっと歴代の天皇の、まあ、流れに沿って天皇が生前にですね、もう自分は退くということは攘夷だと、次の人に位を譲るんだということで自然に攘夷と考えているわけですけれども、そうじゃないんだよとマスコミ、そして政権側はですね、生前に退くんだから生前退位であって攘夷ではないと、ここにこだわったわけですね、マスコミが。でこのことに皇后がショックを受けたと。で私もなるほどな、深いなと思ってですね、まあ象徴天皇として、今の天皇は、昭和天皇が、亡くなって、それで自然に天皇に就いたわけですけども、この平和憲法になってから天皇について、そして退く、全てこれ初めての、方なんですね。今の今上天皇といいますけど、今上天皇はですね、現行の平和憲法下において象徴天皇とされた、その象徴天皇として初めて即位されて、そして、その地位をですね、全うされて、もうご高齢であるから次の方に皇太子に譲るということですけど、それを政権側はですね、攘夷ではない、単に生前退位で退くだけであって、まあ、次の人を次の天皇を任命する権利はない、まあ、権利というんですかね、その意思の介在を許さないということを、この退位、生前退位という報道でビシッとこう、マスコミを統一することで示したんですね。ただ、宮内庁、その天皇陛下の、まあ、天皇陛下という言葉はそもそも変なんやけど、まあ、天皇陛下の側にはですね、ここにあります、今ね、私はあのインターネット上の日経の記事を見てるんですけど、まあ、日経はですね、そもそも、12月1日の皇室会議に、メンバーではない菅官房長官が、まあ、扇の要の位置に座ったのは、まあ、あの総理大臣なんですけど、その反対側に、丸く円を描くように座った皇室会議のメンバーのですね、中で菅官房長官というのはそのメンバーに入ってないんですけども、1日の皇室会議、この天皇のですね、
退位の日を決めた日程を決めた皇室会議において、まあ、10人の皇室会議の議員がですね円状に座る中でメンバーではない菅官房長官が輪にその輪に入って、総理大臣の真向かいに座って、まあ、仕切り役を行ったということで非常にこの官邸側の重しというかねこの問題に対するそのナーバスな部分をこう日経新聞が出してますけど読売新聞にはそういうことは書いてない。まあ非常にこの記事をこう読んでいくとですね、やはりその自民党広報誌と言われる読売新聞のスタンスがこう浮き彫りになる。まあこの皇室宮内庁とですね、政権が対立していない非常に円満に物事を取り決めているんだということを読売新聞は演出しようとするんですけれども現実にはですね、宮内庁の長官今西村さんですかちょっと待ってください 山本でしたかね、宮内庁の山本慎一郎長官ですね、この11月21日の夜マスコミの取材を受けて、今回決まったですね、再来年19年4月末の退位案が浮上したというマスコミの報道を受けてですね全く知らないわからないと繰り返したと宮内庁の長官がですね、まあ、政府が主導で行うこの皇室会議の12月1日に会議を開きますよそしてその時に議題として上るのは19年再来年の4月末の退位の案を議論するんですよということを全く知らないということで宮内庁長官がですね非常に硬い表情で、取材に応じたということをこう日経新聞は報じてますね、宮内庁は寝耳に水だったと寝耳に水ということを書いて非常に官邸と宮内庁の溝の深さを浮き彫りにする記事を日経新聞は日本経済新聞はね書いてるところが自民党広報誌といわれる読売新聞はですね非常に円満に整ったというようなことを演出しているわけですね。まあこのあたりの皆さんもですねインターネットの記事とか、まあ、読み比べていただけるといいと思いますけど、まあ、日経新聞にはですね、私の言うですね宮内庁の長官の言葉西村次長ですね宮内庁次長、長官に次ぐ次長がですね、これまで、18年末退位19年元日に改元という案があったんだけれども、まあ、元旦はですね皇室にとって非常に重要な催し物が あるので、一般のその行事で非常に重たいものがあるから、そこに、もうこのまま読みますけど1月1日は皇室にとり極めて重要な日上位即位に関する行事を設定するのは難しいとこうコメントを書いてるんですね。これがね非常にこう微妙というか私はですよ今言ったようにこの上位という言葉を使わずに退位という言葉で統一をして、新聞報道テレビがですね、統一されているその政府を中心とする報道規制のようなものがあるんだと。で天皇が示した上位という上位の気持ちをですねマスコミが揃って退位と表現したことに
皇后が非常にショックを受けたという言葉すらあったんですね。でそれもこうスルーした、まあ、このことに私はこう着目してますからこう読むんですけど、この日経新聞にある宮内庁の西村次官の言葉として、こう鍵括弧の中で上位即位に関する行事を設定するのは難しいと、こう上位即位という言葉を書き込んでるんですね。日経が、日本経済新聞はこの一連の記事の中で上位という言葉をですね、宮内庁の次長の言葉だとして会議括弧の中では上位という言葉を使っている、まあ、言ったことをそのままこう書き表しているわけですよね。ところが言ったことは変わらないはずなんだけれども、読売新聞を読むとですね、この宮内庁の次官が発言した言葉もですね、上位という言葉は使われてないわけです、ね。同じ取材源に対してですね、まあ、事実関係は一つなわけなんですけども、日経は宮内庁の次官が上位という発言をしたということをこう書いてるわけですね。そのままですから、事実ですから。ところが自民党広報誌の読売はそのいわば事実をねじ曲げてですね、報道している。まあ、上位という言葉をですね使わずに、まあ大位という表現を周りに散らばせることで、上位という言葉を消しているという感じですね。どこにもこの18年末の年末の大位、そして19年元日の即位について宮内庁がですね、元日は非常に宮内あの天皇の行事において大変なことが多いから、そこに大位と即位を持ち込むのは難しいということを表現するときに、この日経ではですね上位即位に関するうんぬん、そして難しいんだとこうあったんだけども、同じ取材をしているはずなのに、読売にはその宮内庁の職員が使った上位という言葉すら載らないわけですね。だから非常にこう事実をねじ曲げる方向が読売には、政権の意向に沿うように事実をも天皇の意向を伝える宮内庁の発表においても事実をねじ曲げる傾向にあるということですね。まあ、これをお伝えしたくて今日はちょっとこういう形にしてるんですけど、私の、意見は皆さんに伝わったでしょうか。まあ官邸もね、落としどころを考えて探りに探って決めたというような、結構まあ腐心した、入念に根回ししたということは、書いて、まあああでもないこうでもないやりながら、結局19年4月末4月30日の大位
で5月1日の即位ということで、まあ、円満決着、ね、ここに採決せず円満決着というのが出てますけどもね、読売で、まあ、結果的にはこういう落としどころを見つけて、ここに導いたわけですけども、まあ、しかしその過程においてはですね、日経新聞が書いているように宮内庁長官もいや知らないと、何も聞いていない、寝耳に水の様子を、日経新聞は伝えているけれども、この読売はそういうことは伝えていないと。非常にこの新聞のこの色合いというのは分かりますけどもね。やはり読売新聞をこう隅々まで読んでもですね、まあ、上位という言葉を意図的に使わないようにという、まあ、工夫というか意図的に上位という言葉を使っていないというのが、まあ、分かりますね。この社説にあるんですけど、政府は当初18年末対19年元日改元を検討したが、宮内庁は年頭には多くの儀式があると難色を示したと、こう書いてるんですね。ここが全くやっぱり日経とこう読売の差といいますかね。もう一回読むと、読売がですね、政府は当初18年末対19年元日改元を検討したが、宮内庁は年頭には多くの儀式があると難色を示した。まあ、宮内庁のこの西村次長がですね、日経の報道では1月1日は皇室にとり極めて重要な日、上位即位すいません、ちょっと仕事の関係で、ちょうどいいところでオチをつけるところで、この日経と今にインターネットで見た日経の記事で、ここで読売の記事で、同じ宮内庁のですね、
次官の発言について、日経はですね、日経は1月1日は皇室にとり極めて重要な日、上位即位に関する行事を設定するのは難しいと、こうきちんとこう発言通りに書いてるんですね。上位即位に関する行事を設定するのは難しいと、ね、上位という言葉をこうそのまま書いてるんですけど、これ読売はですね、宮内庁は年頭には多くの儀式がある、ここしか書いてない、年頭には多くの儀式がある。で、片や日経は1月1日は皇室にとり極めて重要な日、上位即位に関する行事を設定するのは難しい、ね、まあ、同じ意味合いなんですけど、会議括弧で囲んだらですよ、会議括弧で囲んだらこう発言しましたってこういうことですから、会議括弧の中は同じになければならないはずですよね。まあそれが違うと、この今日はですね、自民党広報誌の読売新聞と、それから、インターネット上の日経のですね、記事の、まあ、一つのポイント、宮内庁の次官の発言、まあ19年4月末5月1日に落ち着いたこの天皇退位、そして即位の日程、皇室会議にですね、まあ、日経は菅官房長官が飛び入りするような形、宮内庁の中で行われた皇室会議、普段はこの会議のメンバーではない菅官房長官が入って、仕切ったとい もう記事のこう流れから始まってですね、宮内庁次官の言葉として上位即位に関する行事を設定するのは難しいということで、上位という言葉をこう会議括弧の中で表してきた。ところが読売はその会議括弧の中もですね、自分たちで、作り変えるような形で上位という言葉をこう外してるわけですね。全くこう上位という言葉を外している、上位という言葉はこの世の中に存在がないというような報道を読売は繰り返しているということですね。で、なぜその読売がですね、一生懸命この上位という言葉を外して使わないようにしているっていうのは、その天皇という存在、日本にとって非常に特別ですから、天皇がですね、例えばこれからあとですね、天皇が時の政権に対して不満を持った時、つまり、まあ、例えばその今の安倍政権がですね、北朝鮮のミサイルに先制攻撃をすると、まあ、いわば戦争を仕掛けると、まあ、いうような決定をした場合に、天皇がですね、もう俺はやめると、もう次の人間にやらしたらええと、でその次の人間も同じことを言うように、次の人間といったら天皇ですけどね、政権がですね傾いた時なんかには、天皇が、平和的に自分たちのその意思を示すために、この天皇の上位という制度を使ったら政権が転覆してしまう、まあ、そのことを危惧していると、まあ、以前から言い続けているわけですけど、まあ、このあたり皆さんもね、インターネットの記事を読んでですね、検討してみてください。どうも皆さんありがとうございます。ハロー太陽さん、もうちょうど終わる時だったのですいませんが、マチカフェ TV、 国民の皆さんの寄付金で頑張るこの市民活動家藤島の個人放送局です。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございます。